実際に会ってみてかっこよかった男は誰ですか？まあ、男目線で見るかっこいいと女目線で見るかっこいいって全然違うからね。顔でかっこいいっていうのはなんかうさんくさいっていうのがついてくるんだよね。だから誰だろうな。俺たけしさんは、たけしさんが一番好きなんですよ。まあどうせ人間ですから、いい面悪い面ね、全部が全部聖人君子なんていないんですよ。そんな人いたら気持ち悪いし、いいとこもあれば悪いとこもあるっていう、悪いとこっていうか、まあ、竜也たけしさんすごいなんか、よくしてもらったっていうか、まあ、よく人の言うことも話も聞いてくれた人なんで、なんかいつかね、ここでね、たけしさんとね、なんかね、対談できたら、夢みたいなんですけど、いいなと思います。まあ、たけしさんは何ていうか知らないよ。こんな YouTube に出てきてくれるか知らないけどさ、もちろんこんな何だろう、リモートじゃなくて、ちゃんと場所を取って、やるのがいいと思いますね。たけしさんかっこいいっすよね。ぜひ見たいなみたいな。まあ、俺の勝手な、希望なんで、いつか実現できればいいなと思いますよね。すごい帰んないと思いますよ。おそらく収録時間は5時間以上必要でしょうね。3時間半は下ネタだと思うんで、まあ昔と変わっていなければ、たけしさんがの話ですか。はい。